はい、おっちゃんです。PS4 版スカイリム AE クエスト会です。アニバーサリーでしょうかね。クエスト会です。今日やるクエストはこちら。影の中で、こちらの方やっていきたいと思います。よいしょ。では早速。早速やっていきましょう。これは影の弓っていうのがゲットできるということでね。なかなか面白い武器みたいなんで。まずは。オルフリッドは偉大なるバトルボーン族の支援者だ。行こうか。大腸の写しを手に入れ。これか。隊長の図書を読む。ちょっと本が増えてきたね。次回ちょっと次回までに預けとかないとね。次は。まずここを調べましょうか。死者の間。死者の間を調べていきましょう。死者の間。何を急いでいるの？ごめんなさい、ごめんなさい。お疲れ、お疲れ。よしと。医者の間でなんか手紙的なものをゲット。それから馬屋ですね。馬のところに行って、一緒に働いてるんだ。果物や野菜を売るのよ。だいたいいつも欲しい。馬のところに行って。馬屋さん、そうですね。行こうか。
お？死んでる。死んでる。死んでるよ。びっくり。こんなとこにご遺体が隠されてた。いいですね。馬さん。待てい。ヒーロー気取り。死になすりさせてやる。さあ、早く。必ず殺してやる。もういいでしょ。おお、マジか。マジか。もういいだろう。どこ行った。逃がさないよ。どこ行った？ちょっとアイテム。すごい魔法使いが一人いるね。乾杯だ。交代するぞ。本物のノルドは引かない。でしょう。いやー、大変だった。ものすごい魔法連発されたね。ここで、うん。今日が忙しくないときに。ドラゴンズリーチの上階、上の階で倒すんだね。忙しい時っていつだろう。まあいいか。まず今寝てるだろうから。今なら OK かな。誰いたな。
我の山だ。影の弓、武器を抜く速度が 20% 上昇し30秒間透明になれる。なるほどね。魔術師のフード、いとこはドラゴンとの戦いに出てるんだが、こっちは警備任務だ。うん、上かい。アールグルフ市長の執政をやっている。想像通り市長はご多忙だ。見事だ、随分役立ってくれたな。ほら報酬だ。お、ありがとうございます。1500円もらえた。ドラゴンズリーチを満喫するといい。ありがとうございます。まあそんなわけで、無事。はい、どこだ？ここはどこだ？なんか変なとこに出てきたぞ。ささやきの女のこと知ってるんでしょ？わかってるんだ。よいしょ、こっちだね。というわけで、無事。影の弓ゲットしました。というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。